はいどうもガジマルです。今回は劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦の魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。私ガジマル初日最速上映から鑑賞させていただきました。初日計8回見ました。映画館に住んでました。住民票の移動届いるかなって思ってました。そんな私がもうええっていうくらい細かいところまで語っていきたいと思います。それでは早速参りましょう。ここからは大ネタバレですので、絶対に映画をご覧になってからこの動画を見てください。まず冒頭ね、カラスが画面右から出てきて2回旋回します。そして剣馬が映るんですけど、もう映っただけで泣いてました。あ、配給の新規カットってなって泣いてました。あの日向との出会いを今の絵で、今の村瀬さんと梶さんの声で聞ける。え、開幕ご褒美タイムってなりました。ほんで研磨のねスマホの電池が切れて、まあ時間までに合宿所行けばいいしって言うてましたけど、迷子の持ち合わせてる冷静さじゃないんよ。でこの後日向と出会うんですけど、バレエ好きって聞かれて、うーん別になんとなくやってる、嫌いじゃないけど疲れるのとかは好きじゃないけど友達がやってるし、で苦労の背中が映るんよ。泣かせにかかるのが早い。そら友達が誰を指すかは読者は分かってるよ。でも本人の背中を見せられたら泣くんです。そしてその後のいいよどうせ高校の間やるだけだしって言った後の日向の顔、悲しそうな表情なんですけど、僕はちょっと怖さを感じました。え、こんな面白いバレエをそんな気持ちでやってんのみたいなね。キャンマも目そらしてましたね。そして場面変わって試合当日の朝、剣馬の大寝癖、火炎陣押すやん、顔周りの毛全部逆立てたで。ほんで階段降り始めて携帯開くでしょ、一人だけ iPhone なんよな。 3G 回線時代のいいんだガラケーやのに、もうこの辺から機械に強い感じが出てんねん。ほんでクロウがねチビちゃんからかって喋り始めるのよ。ここから俺の耳は喜んでた。ほんでこの後にね、これから戦う相手に気軽にメールしてくるの面白いよねって研磨言うんよ。あー漫画にないセリフありがとうございますってなりましたよね。ほんでチビちゃんは全力でお前に勝ちに来るだろうな、そりゃ試合に勝とうとすんのは当然でしょの後の、そうじゃなくてお前にの、そうじゃなくてみたいな感じのちょっと笑いながら言ってるクロウ良かったです。っていうか映画を通して全体的にヘラヘラしてるクロウが大変良かったです。そして日向と影山に映った後にタイトルが映るんですけど、林裕樹さん作のゴミ捨て場の決戦の1分6秒あたりが流れるんです。もうそれが流れただけで泣ける。もうこの1分6秒調べるために流したら泣けてきた。最速上映で見た時はもう、あ今からもう試合始まるんやと思ったらボロボロ泣いてもって、試合どころではない。そして体育館が映るんですね。猫又先生のこのシーン、これの後に行くぞーって大地さんが言ってウォーミングアップに使う大きいボールカゴ、あれを転がしながらコートに入ってくるんですね。あれだけでシーブリーズの匂いしたわ、2月やのに。そしてこの後タケちゃんがね猫又先生に挨拶しに来て、満を持して勝ちに来ましたっていうシーンあるでしょう。こんな精悍な顔つきやったっけってくらい美女がいい。結婚式のお父さんの顔やね。娘を頼んだぞ言うてたで。そして試合前楽しみにしてました、あらあらまあフライングジョーズのカラスノさんじゃないですかのシーン、このシーンあって嬉しかった。いでででで、言わなかったけど、あと審判がたけしに変わってましたね。弱く使いそうでしたね。この後でミカちゃんが2日連続で見に来るなんてなんだかんだ言ってネコマのこと応援してるんじゃないって言って、大将くんが違う俺はネコマの負けが見たいだけの後の、素直じゃないなの言い方が好きすぎる。こんな言い方されるんやったらずっと強がる。ほんでついに聞けましたよ、ねあいしやーす。ネコマ戦の挨拶をずっと聞きたかったのよ肉声で。ほんで研磨のこのシーンね、わかんないの言い方、あの言い方一つでめちゃくちゃ思考を重ねてるけど、あらゆる要素を鑑みても白黒つけれへん、めっちゃ悩んでるやん、ほんまにわからへんねんな。で声色でそこまで思ってんねんなって理解させられました。プロの技すごすぎ。この後ね、今回85分という実際の試合時間に収めるためにいくつかカットされたところがあるんですけど、僕が見たかった残弁やろございませんでした。でも正直最速上映で見た時は無料空所食らってたんで抜けてることにも気づかなかったです。そして研磨がね空に引っ張られて、この儀式でございますよ。このセリフ自体はねアニメで何度も聞きましたけど、この食い散らかすぞ、これは初めてやからずっと聞きたかった、これ聞くだけでテンション上がるね。続いてのメンバー紹介ね、この時の影山様見ました、目を閉じられてましたね、どんどん仏に近づいていってる。そしてちゃんとリベロズに仁王立ちしてた、おもろい。そして影山様のサーブから試合開始、ここの最初のラリーから作画も良くて迫力満点。そしてここの描写ね、漫画やったらこうですけど、映画はボールの視点から日向の瞳に吸い込まれていくように回想に切り替わりましたね。おしゃやねん。ほんで決めた後にこれですよ、病に侵されたんか言うくらい予告で何度も見ました、もう一回がない試合だ研磨。これ映画でよく聞いたら、もう一回がっていう前にちょっと息を吸ってるんですよ、気合を入れて相手に大声で言うために。そんな細かい息遣いまで表現するんや、できるんや、震えてました。はい、そしてここの研磨の笑顔で、研磨推しも研磨推しじゃない方も鼻血を垂らしながら
祭りじゃーを見てましたね。これ漫画と映画で順序逆になってるんですけど、これは祭りじゃーでちょうど一区切りして前日のネコマミーティングに移ったんで、シームレスすぎーって感動しました。この時のミーティングね、漫画やった竹虎こんな真っ黒やのにゲンガーくらい紫でしたね。個人的に見たかった細かすぎるシーン、ケンマのコックンが見れてよかったです。そして映画オリジナル、ヘビを食らった猫、ヘビーネコリグ、これはバス釣りのルアーの道具です。誰がわかる、知らんって。配給の読者って7割女性なんよ、釣りする人少ないよ。そして試合戻ってクロウがブロックを鮮やかに決めて、いいぞいいぞクロウですね。これ漫画やったら鉄郎なんですよね。ちょっと距離置かれたんかな。ここのクロウのへっへー、よかったですね。そしてこの後来ました、なんつってもクロウさんはネチネチブロック月島の師匠ですから。ひなたが言ってる時にめっちゃ猫背でニヤつきながらツッキーに近寄るクロウ、この時点でよかったよ。一言も発してないけど、ここね、中村雄一様がどう読み上げるのか楽しみにしておりました。思ってたよりも手をいやらしく動かして、新宿2丁目感がありました。信勝くんって感じでね、アドバイスなんて相変わらず余裕ですね。いや煽ってるだけって感じかなと思ってたら、いや煽ってるだけゆるーってなりました。負けんなツッキー。ここまでは予想通りやったんですけど、最後に言うてて、それはクッキーモンスターすぎひんってなりました。本家が寄せに行ってどうする。そしてここ漫画と順序違うんですが、野安さんが塗装して朝日さんが決めます。これを見たヤックンの、ゆう会うたび上手くなるじゃねえか、ここを見れたの幸せ。野安さん嬉しそうやったし、両手を横に開きながらお辞儀するん可愛い。そしてそれを見て雑食も雑食のこのシーンに映るわけですが、このどう倒すのコマ、漫画とはまた違う背景にカラスがいるカットになってましたね。どう倒すって感じかと思ったら、どう倒すって感じで、へっ軽っ頼もしいってなりましたね。そしてこの後カラスノの攻撃が全然決まらないシーン、あのやっちゃんがまた帰ってくるってなるシーンね。あの時のボールの動きめっちゃリアルですよね。リアルバレーみたいな動きしてました。そして絶対やってほしかった、いけ月島クロウに負けんな、このシーンちゃんとやってくれて嬉しい。そして名シーンの前に映画オリジナル、ケンマがボソッともう来たって言った後にウッキーのこのシーンが来ました。漫画やったらね、めちゃくちゃ真剣な表情してるんで、僕一人で勝とうなんて1ミリも思ってませんって感じやと思ったら、僕一人で勝とうなんて1ミリも思ってませんって笑いながら言うて、交代のシーンから山口が映るんですよ。この後の彼は一人でも勝つ気じゃないかいのアンサー、この時の顔見ましたか皆さん、笑ってましたねツッキー、ほとかったですね。でも最後まで見た皆さん知ってますよね、こんな素敵な笑顔でさえまだピークではないということ、恐ろしいですよね。また後で触れます。そして1回目山口サービスエース取ります。これ決まった時のあかねちゃんのナイスサーブの動作可愛かったですね。そして2回目でこのツッキーの十分からの高速処理、さらにはちゃんと研磨が嫌そうな顔してこのブロックですね。ボクトさんのことは思い出さなかったですね。このサーブ&ブロックの構造はなかったですけど、その代わりボクトさんがここのセリフで今から変身すんのかなみたいな動きしてましたね。ここのコマギュッとなってましたけど、ツッキーと山口がハイタッチするシルエットの中で過去の映像が映し出されてたのはエモかったですね。おめえのせいだぞ、ここのヤックンのキック回し切れじゃなかったですね。まさかのストンプキック、なんで威力上げたん。そしてここですね、ツッキー最近のバレーはどうだい。おかげさまでごくたまに面白いですここの顔よかった、本当におかげさまでがはしょられたけど、顔の良さで気にならんかった。しかも漫画にないツッキーからそんな言葉が聞けるとは、ゲンマ見習ったらどうだっていうセリフ増えてましたね。このセリフが追加されたことによって、俺にバレーボールを教えてくれてありがとうが引き立ちますね。ラーメンに入れる柚子くらい引き立つ、こういうオリジナル嬉しいですね。映像化されてなかったらこの苦労は生まれてませんからね。そしてこの後影山様、ネット越えるなら A パスいらねっすよ。この後のここの会話、ここもしっかり映像化してくれてましたね。そしてこのセリフの時のご尊が、非常に美が喋ってた、あ、美って口あるんやって思った。かっけーなこの野郎の顔もね、ちょっとずつ変わっててよかったですね。その後のよそはよそ、うちはうちですへの、おかんか母かじゃないのね。そしてこの後の影山様が、またまたすみません、ここ漫画とはまた違ってね、影山様がこちら側の画面に突っ込んでくる形で画面奥に塗装をやるという構図でしたね。これも分かりやすくてよかったです。そっちってなりました。そしてこの後のネクマのプレイ、クロウが足で拾おうとするとこまでしっかり描かれてましたね。そしてこの後のすげえな、この辺は原作通りでしたね。続いてこちらです。ケンマがボール下に素早く動いて、おお素早く動いたと影山ひなた、猫又監督、井岡やっくん、赤足ボクトさん、そう驚きしてました。そしてこの後のコズメさんって
動くんですね。まあ一応生きてるからね。こう会場のみんなクスクス笑ってました。推しが受けてよかった。狙ってはないけど。そしてこの後の影山にも負けてねえぞ剣馬。何言ってんの。そんなにもの言い方めっちゃ好き。ほんまにビビり散らかしてる声してる。この後はね、猫間21対カラスの22の時に剣馬のサーブを日向がレシーブするんですけど、にって笑うんですよ。日向がめっちゃ可愛い。こんなわかりやすいドヤ顔ってあるんやみたいな。広辞苑のドヤ顔の参考画像はこれでええ。日向はもうレシーブの穴じゃない。これほんと原作通りの顔でしたね。そして猫間セットポイント、ここ結末を知らなかったらねめっちゃテンション上がるとこなんですけど、まんまと剣馬にやられます。この時のみんなの玉ヒュン顔、全員映っててよかったですね。しっかり鵜飼コーチの資産も解けてました。これ終わった後大地さんめっちゃ悔しがってましたね。コーチが沢村って言って、タケちゃんがとりあえず整列してって言って、二人でしゃあないなみたいな感じで顔合わせるのもよかった。ほんで整列した後も悔しがってね大地さん。そしてここカラスノのみんな全員商用化してきてるよね。の後にみんなが日向のズラかぶってる絵が映るっていうね。こんな面白いカットをやろうって言った人誰な。初日8回見たけど一番ここがウケる。最高です。ここ一時停止してちゃんと見たい。しかもそれを言った後にちびちゃんがずっと元気でありますようにって言うんよ。クロウが大んだな。ずっと剣馬が積極的で楽しそうにバレエをするために、日向もずっと元気であってくれよ。そんなことを真っ先に願うなよ。徴用化で笑った後に尊すぎて死にかけんねん。情緒がおばぐり倒すね。はい、ということで1セット終わりましたので今回の動画は以上で終わりたいと思います。思うてた倍喋りました。誰よりも動画で細かいところまで喋って配球愛を語りたいと思います。次回の2セット目以降の動画も楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。